いろんな形、合気道の形あるけどね、あの今さっき言ったみたいに自分が自由なの、自由だ、それってさよならでもいいの、あの彼女が攻撃してくるからしょうがなくてね、しょうがなくてこの手を止めるために、こう手を止めるためにこう出てきてもいいよ。でも このなんていうのかな、合気道の形があるからこうやってやったらやられちゃうんだから、いや自分の自由を、なんていうのかな、大事こう見てるってことね、大事だ、足この足とか手が来る、だからこう止めてるって、そういう形ね、この手で止めてる、で手が来ない、足が来ない、そういう位置でこう入っていった、そういう形ね。で、あの前から言ってんだけど、このあやったら不自由なんだから、自分がね不自由でしょ、だから不自由だったらさよならって、こうやってさよならって離れていけばさよなら、で彼女が攻撃してくるから裏に入ってこうやで出ていったとかさ、そういうふうにやりたいわけよ。それでいろんな合気道の形があるわけ、まあいいや、こうね、合気道の形、これ背中ね、こう無闇に回ってたら背中ボカッとやられちゃうんだから、だからやられない位置でこう感づいてる、それでやられない位置でこういうふうに入ってる、そういうふうにやりたいわけ。こうね、この手一番嫌なのは攻撃されて自分が死んじゃうことなの、だから死なないために自由に動かなきゃいけないってことは、相手のことが分かってないと自由に動けないから、だから相手のことを分かるっていうのは仕事ね、仕事、それで塩投げやりましょう、相手のことを分かってる、で自由に動く、その2つテーマ、こう自由に動く、で塩投げ、こう来ないよね、こうやって抑えてっから、こうやって緩めたら来るよね、この肘も来る、でもこうやって抑えてっから来ない、でこうやって回ってきちゃった、そういう風にやりたいわけで、形かだから それを学ぶために合気道の形があるわけ、こうやって合気道の形、それでこうね、こうそういう形、そういう風に思ってやってほしいんだよね。じゃあやりましょう、少し塩投げの、まあ、形で、合気道の形ってさ、いろいろあるんだけど、まあ四方投げは僕が気づいてるのは、このこうやって持たれて、彼女待っててくれてるんだ、彼女は受け身の立場だから待っててくれてるの、本当は線でやってなきゃいけないの、やってこう線外してやっつけちゃうとかね、そういうふうにやりたいの、でもなんていうの、こうやって次やりたいことは、彼女引っ張り込んできて、引っ張り込んで、この手使えて、この肘使いたいって、そういうふうにしたいんだよね、でも受け身の立場だから待っててくれてるの、これ合気道の稽古だから、待ってて、そしてこの手使いたいなっていうのは僕は分かってんの、でこれ言ったら来ちゃうんだよね、だからこの線を出してきて、ほらこうへそを向こう側にやってれば、この手使えないんだから、この足も使えない、それで足自由にして後ろをなるべくもらって、そしてね、な足使えるとこは全部使うの、手が使えるんだったら手を使う、足を使うんだったら足を使う、でも手だけにいっちゃうとやられちゃうの、だから全体使ってんの、足とか手とか自由とか、それで目的があるわけで、待っててくれてるから表に入るんだったら、これを出してないとね、出してないとこの手が効いてくるの、出してるから効いてこないの、歩いてんの、あ、来ないところまで歩いてんの、自分がこうやって歩いてんの、そういう話だからね、使えるとこは全部使って、それでやってほしいんですよ。でいろんな形があるの、四方投げの今やった形とか、こっち やばいなって下がってくれば、こういう小手返しの形になって、であ通り抜けてきちゃったら、こっち隙間が見えた、でこういうふうにしたら、ほらね、入り投げの形だとか、いろんな形があるでしょ。で それは形によって、なんていうの、形を追っかけてると、じゃあ小手返しやりましょうって言って、彼女のこの手、この足やだよって後ろ入って、で向こうへ出してないと回ってきちゃうから、あこれは効いてきた、でこうやって詰めてきたら来ちゃうんだよね、分かってんだよね、そういうことはね、だから
この嫌なのはこの次の一手、この手は掴んできてくる手だから何も害はない、僕に害はない、与えないんだけど、次嫌なのはこの次の次の頭突きとかね一番近いのはね。だからそういうことを考えてなきゃいけないの。考えて、で、あ、後ろ入れたよって、この次の手を避けたよって、で、自分が自由だよって、そういうふうに下げたいわけで、こっちの手を使えるんだったら、この手使えない、こっちの手使えないんだったら、こういうふうに回ってきて、ああ、やばい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 、来ないでねって、そういう感じでしょ。だから使えるんだったらこう使って持ち替えて、こうで四角から入ってるって、そういう形ね。それでじゃあ小手返しの形を使ってちょっとやってみようかな。こうやってね、でこう、この手が来る前に落としちゃってるの。これ待ってたら来たよ、来ちゃうよ。こうやって待ってたら来ちゃう、うわーってやられて刺されて終わり、死んじゃうので、死なないように、死なないように来た時には落としてんの。そしてこういう風に伸ばしてきて、隙間作って、彼女の場所、居場所を作ってあげた。それでこういう風にねやるっていう形ね。じゃあ、あの小手返し、今こういう風に後ろね、この手やだから、この膝やだから後ろ入ってきたの。そしてこう手に行ったらやられちゃうの。だから手に行かないで、手に行かないで後ろ入った、後ろ入った、後ろもらった。それから手に行かないで、手に行かないで、手は見えてんだけど手に行かないで、この手を気にして下に落としたの。そういう形ね。だから行かないでとかどうこうしてって、だからそういうふうにやってほしくないから言ってんので、これ筋肉使われちゃったら、彼女だって筋肉あるんだよね、これ筋肉あるんだよね、筋肉強さしたら僕より彼女の方が強いかもしれないね。だから筋肉を使わせないっていうもとは、使わせないために伸ばしてんの。こうやって伸ばしてんの、伸ばしてたら使えないんだよ。そういうふうにやってんのね。それでいい場所をもらうとか、自由だとか、筋肉を使わせないとか、筋肉を使ってもらわないように、自分がいいとこさばいて、こう曲がってこう崩れてきたら痛いよね、こう曲がってもね。でもこういう位置でこうやってやって、引っ張り込んでやっつけてやりたいんだよね。だからこう来た時にここに置いといたら、僕は引っ張り込んでやるの。だからここに来た時に出ちゃって、おっとっと状態になっちゃってるの。僕はおっとっと状態になっちゃって、それであーって重心がぶされちゃって、これで反撃しようと思ったんだけど、反撃の余地がないの。反撃しようと思ったけどできないの。そして崩されちゃったの。そういうふうにやりたいので、いろんな形があるの。今塩投げ、これね、この手やだよ、あ、この足やだよ。だから自分がこういうふうに入ってきてこう来たんだけど、今はこっち、こっち隙間見えた、隙間見えたからこういうふうに入ってきた。で今度はじゃあ入り身投げで、今度こっちここね、ここに隙間が見えたの。そして後ろ入って、隙間見えたからここに入ってきた。入り身投げって形になるの。こう来て、この手嫌なんだけどさ、自分が彼女を通り抜けちゃったの。通り抜けちゃったの。これ通り抜けちゃったら、こういたの、いたからこうやっつけちゃったの。そういう形にしたいのね。でその時はか、いや当然この手を縮めちゃいけない。それからなんていうのかな、伸ばしてなきゃいけないとかあるんだけど、こうやって入る時に縮められちゃったら終わりね。たら切ってさよならって、ここにやった方がいいかもしれない。向こうに入るんだったら、こっち後ろもらって通り抜けて向こう行ったんだけど、通り抜ける時間がなかったらさよならって、こういう風にやってもいいので。でもいいけど形があるから、塩投げの形、あ、じゃねえや、入り身投げの形ね、隙間見えた。そしてこうに、そういう形ね。だからまあ隙間を作ってあげてるの、これ隙間。そして当然こう入ってくれば、彼女はこの肘とか、こうあーってここにいたらやられちゃうんだよね。それから振り返ってくるんだよね、彼女は振り返ってフォローしてくるんだよね。あーそうそう
いたらやられちゃうの。だから通り抜けちゃうの。通り来た時には通り抜けてるの。だからやられない。そういうふうに考えて、いろんなことを考えて、レベルによって考え方、その考えれる状況っていうのは違ってくるから、人によって違うんだけど、だから最初はね、最初は後ろ通り抜けて、後ろ通り抜けて、ここもらうの。そういうつもりで最初はね。でだんだんレベルに応じてそういういろんなことを考えて、じゃあ入り身投げの形で、彼女の後ろは大事、すごく大事。でもここで止まってたらやられちゃうの。やられちゃうの。この肘使われて振り返ってきてボカッてボカッ、そうやられちゃうの。だからここに止まらないのが大事なの。足使うの。だからここにいて、ここで止まってこうやってなんかやろうと思ったら来ないんだよ。だから自分が通り彼女のこう正面、彼女いるからしょうがないからこっちから回ってきたんだけど、こっちからこういうふうに回ったんだけどね、回ったんだけど自分はここにいたので、後ろに回だからここにいるからできるの。これ回ってきた時には僕の方が線に入ってるから、線で もらっちゃってるから何でもできるの。これ肘が来てもいいよ。肘が来たらこうやって上げてきて来たとかさ、それからなんだ、まあいいや、何しろこっちを意識してるからこういうふうに来たの。ここにいるの。でも僕は最終的にはここにいるの。そして振り返ってきた時、彼女の力を利用して振り返ってくるんだよね、必ずね、リカバリしてくるんだから。でその時にこういうふうにやってるの。だから何にもしてないの、彼女がやってんの。俺は何もしてねえよ、彼女が勝手に倒れちゃったんだよっていうふうにやりたいわけ。それを叩き、こうやってきてさ、叩き、ふらっと落ちねえんだから、ほら落とそうったって落ちないんだよ。あって、まあうまくさ、重心こうやって後ろやってこうやって落とす、落ちないよ。自分が通り抜けた来た時に、彼女がリカバリーしてくるのを利用して、ああ来た、だから僕はこっち入ってるの。こっちはほら、だからほらこうなっちゃって、彼女が勝手に倒れたんだよね、俺がやってねえよって、彼女がやってんだよって、そういう話なの。そういうふうにやってほしいのよ。で見てるとさ、彼女を倒すって、入り身投げの形を使って彼女を倒すかとか考えたらできねえんだから、だから自分をコントロールすることなの。自分をコントロールして、ああ来て来て、ほらいい位置来ちゃったから、ほら彼女は何にもしないでも倒れちゃったって、そういうふうにやりたいわけ。まあそういうとこなんだよね。そういうことを学んでほしいの、入り身投げって形で。で基本的にはこう来て、ね、この手止める、あとあやばいなって、いやそれでこう来たら、ほらこう来たら、ほら足止めた、手止めた、そしてこう来たら一挙の形になっちゃった。そういうふうにやりたいわけ。こう来て、例えばこう来て、あこの手、この足やばい、あやばいってこういうふうに止めたの、あやばいってこういうふうに止めた、足が来ないんだね、来ていいよ、こう足来た時に止めてんの、こうやってあやばいって止めてんの、そしてそのまま入ってきちゃったの、そしたら一挙の形になっちゃったの、こういうふうに、そういうふうにやってほしいんだよね。で それで一挙の形があるの。初めからこうやって打ってきて、まあいいや、パッとやって、いや一挙の形じゃないの、本当はこの手、ああやばいな、だからここ伸びちゃったんだよ、そして入っちゃったんだよ、そういうふうにやりたいわけで、それが一挙の形だから基本的にはね。だから本当は正面打ちで、まあ正面打ちってこれはすごい学びがあって、これ攻撃してくる形、これ形ほっといたらやられちゃうの、バーッとやられちゃう、これ剣から剣かなんか持ってればやられちゃうの、やられちゃうから線外して、あーってこうやって手の方に行ったらやられちゃうの、ほら蹴りが来て手が来て、そういうこともだ、一応の時はそういうなんていうのかな、だから線を外して、外してこういう隙間、この手やだよ、足やだよ、でもこういうふうに出てんの、こういうふうに出てんの、だから来ないの、そういうふうにやってほしいんだよね。
まあ今のは照明打ちの形だけど。でこういう形ね、こういう形。あ、来るんじゃない？来る。でもそれをこう出てきちゃった。こう出てきちゃった。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 足自由でしょ？足。僕はこんなに回って、ここでうまく、ここでこうやってやってないの。彼女が向こう崩れてきちゃったからさ、ほら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 。こんな歩いてんの。こんな歩いてる。すごい歩いてるよね。そういう風にやってほしいわけ。っていうのは自由なの。狭くやるのもすごく大事だけど、まあ広く、あーってこうね、あーってこう、やばいの。とここが見えて、脇が見えて、弱いとこ見えた。で、これ持ち替えてこう、ボカッてやってもいいよ。から重心もらった。この手や、嫌だけどテンションかかってる。テンションかかってるから来ない。ほら、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 来ない。そしてこういうふうに。ストイッチの形になるの。じゃあ一挙の形で、いろいろなね、先生によっていろいろフォーカスしてるとこは違うんですよ。で、先生によっては例えばこの肘制したもんが勝つよとか、これは肘当たっちゃうから、やれ肘は強いから、これ当たる。でも僕は自由とかさよならでもいいの。いつでもさよならできるって、そういう来て、あやばいなって、あ来た、あ来た、あ来た、さよなら、こういうふうにさよならできるっていうのが自由だと思ってるのね。だからさよならしてもいいの。さよならもできるし、やっつけることもできるし、何でもできるっていうのが自由だ。だからね、だからいや、相手すごいボボブラジルみたいな人が来てさ、やっつけたら逃げちゃうんだよね。刃物持ってる気概が来たらさ、逃げるんだよね。やっつけ、それをやっ、合気道使ってやっつけようって思う方が間違ってんの。だからそういう時は逃げなきゃダメ。だから逃げるためにいい位置、相手の動き、相手どういうふうに来たいんだとか、そういうの分かってるってこと、ここを通じて感じてるってこと、それが稽古なのね。まあそういう話なんだけどね。だからここを通じて感じられなかったら形通りやるしかないの。一挙形通り。でも稽古が進んでくると感じてくるからやばいなって、ほらやばいなって、それで逃げてもいいよ、からこっち入ってきてもいいよね。そういう話でしょ。だからそういう話なの。こうやってやる。いや、あこれ来たらやばい、肘だから制せって肘制せっていう人もいるんだけど、肘を制さないでこういうふうに一挙で形で押さえてきてもいい。そういう足が自由ならね、そういういろんなことできる。そういう話で、こう一挙、この手やだから止めたの、こう入ってくる方法とかいろいろあるんだけど、こういやいや、ああ硬いなっつったらどうする。硬いなってこれ以上いかないって、やり続けるのが合気道じゃないから、固まったままやり続けちゃダメで、抵抗ないところにこういうふうに、自分の自由だから、困っちゃって、ほらカチンカチンなの。例えばね、じいさんでカチンカチンの人いるよね。俺じゃやれないんだよ、無理なんだよ、無理なのいいよ、どうぞ固く。でこういう位置、いける位置探す。カチンカチンなのこれ、カチンカチン、あやめたって、こっちのいいよ。体が自由だからいろんなことできるの。これやり続けるのが合気道だと思ったら大きな間違い。これいい形でできっこないんだから、できっこないんだからこっち入ってきてよ。こうほらほらほら、こうもういい。これが自由だからね。で、まあそういう稽古はすごく難しいの。普通はこれ持ってたら引っ張り込んでくるから、バーッボカッてやられちゃってるの。でも待ってて、合気道の稽古は待っててくれるから5でもできる。ああ来たな、あやばいなって、こういうふうにできる。でも普通の喧嘩だったらね、引っ張り込んでやられちゃうの。だから5だとか1000だとかあるんだけど、
こうやってこれを利用して引っ張り込んできたのを利用してこういうふうに後ろに入ってもいい。 それはいろいろできるんだけど、まあいずれにしてもなんだろう、 この次はね、いろいろそういう形、今まで習ってきた形ありますよね、いろんな先生に習ってきた。でそういう形を使って、で引っ張り込んできたら自分がこうに入ってくるとか、いろんなことできるから、好きなことやって、好きなことやってこうやってね、好きなこうね、やばいなってとこう、ね、好きなことやって、自分が自由でいいから、いろんなことそういうレベルによって違うけど、好きなことやって相手を感じて自由に動く、そういう話で、ね、じゃあ少しやりましょう。今外側、彼女の外側、内に入ってくるとこの手やこの足やこっち入ってくるとやられちゃうからね、普通ね、普通はやられちゃう。でもそのためにこっち入らなきゃいけない時もあるわけで、その時はやだねって止めとくの、足止めとくの、 手止めとくの、そしてこうね、そして下落とせばこう、下、彼女下来るので、外側の方が安全、外側の安全、何にしろこの手で持ってこの手を止められるから、割とね、外の方が安全。こうこれよいしょって振り返って、この力抜いて振り返ってくればやられちゃうよ。だけど外に入った瞬間はやられないから、こうやってやる、これ待ってれば来るけども、待ってないでその間に僕は下がって線を外して、なんていうのかな、とかね、外側に入ると安心だから、外側に入ると両方やりましょう外側に入って下に落とす、こう下ね、それから内側に入って、内側に入った時はこの手来ないでね、このないと来ちゃうから、ほらないと来ちゃうのよ、やられちゃうんだよね、やられないで来ないでね言って、こっち下、内に入るときは下、内に入るときは来ないでに言ってから下、それから外に入るときは来ないでね言わなくてもこのまま下、どっちでもいいや、何しろ内側にこの足嫌だからこう来て、でこうで筋肉がギュッて5になってギュッて掴まれちゃったら、できないのこうやってできないよね。だから掴みに来た時に置いといちゃダメ、彼女は引っ張り込んでボカッてやろうとしてんだからね、内に入っても外に入ってもそう、この筋肉を使わせないのがコツなの、この筋肉を使わせないのは来た時にほら少し離れてんの、来た時にほら見せてんだけど、餌見せて巻き餌で見せてんだけど、パクンって来ないように、パクンって来た時には離れて力が入るようになってんの、力が入った時には落ちてんの、そういうふうにやりたいのね、そこはコツだから、こうほらそれでこっち入って、力入った時には下に落としてる、そういうふうにやりたいわけ。じゃあちょっと外に入るのと内に入るのね、同じようにやれるように、本当はせんとこの稽古をやった方がいいかもしれない、持たれて待っててくれるの、受け身だから、受け身の仕事だからね、待っててくれてるの、彼女は待っててくれてるから持たせてんだけど、待っててくれてるってことが大前提としてあるってことね。だから本当はだこう、持たせて待ってて、はいやってごらんって言ってやるのはね、これはなんていうの、岩間さんとかさ、そういうところの稽古ね、三段まではちゃんと持たせて絶対動かれんようにやって、そういうふうにやって待ってる。でも本当のところ行くと、こうやって持たれちゃったらやられちゃった、次のこっちを準備しながらこうやって持ってくんだから、やられちゃってんの。だからやられる時にはほら、こう出してんの、これが線の稽古なので、線の稽古は難しいの、形は難しいから、形難しいって言ったら線の稽古はできないの、普通の人難しいの、何しろ難しいの、だから来た、ほら力
が入んないようにこう持たせ、予定通りのとこ持たせちゃったら碁の稽古しかできないの。だから線の稽古を少し意図してみんなもやってほしいのよ。で力が入った時にはギュッて力入った時には終わってるっていうのをやりたいわけで、それじゃそういうふうに意図してないとできないからね。みんな碁の稽古で合気道の稽古はみんなギュッて持ってやるって思ってるから、でこれやっとごらんっつって崩せたら崩せた、あ崩せたとか言ってんだけどさ、で実際は戦か碁の話だから、で碁の時はね、碁のこうやって持たせちゃってボカってくるでしょ、してもうねこう変えてんの、だからできるの。あっ この辺持たれた時はあれだから、これを利用してこの引っ張り込んでくれる力を利用してこういうふうにほら後ろもらうとかね、そういう碁の稽古はできるんだけど、それは難しいからやってないんだけど、まあそういうだから少なくとも戦の時はほら鼻こうほら触った時には鼻なんていうのかな、がっちり持たれないでがっちり持たせてた稽古も必要なんだけど、少しそれが形分かってきたらがっちり持たせないでほらね持ってないの、ここに置いといたんだけど、ここに置いといたんだけど持った時はここに来てんの自分の手は、そういう形をやってほしいのね。で今 こっち側に入るのとこっち側に入る、まあこうやってやってそのまま落としてくればこうなっちゃうんだけど、まあ今度はこの脇の下取れるから、でこの時はね、この時はこういうふうにへそを向けるって、 こっち向いてたらいくらこうやって当て身入れたやっつけちゃってでも待っててくれてるから当て身入れるんだけど、当て身入れて入ってくる時やられちゃうんだよね、こっち向いてたら。でもこっち向いてんの、だからこの手を効かないの、この手効かないようにして、ほら効かないんだよね、もう引っ張り込んでくるのにこうに来ちゃったの、だからほら効かないんだよ。で振り返るまで効かないの、振り返ってきた時にあいいよ振り、ほらその時にはこうに入ってるね、そういう話みんなこうやって受け身、こうやってへそこっち向いてるのにこうやって当て身入れたから大丈夫ですよってやってこうやって入っていくんだけど、これはこれへそを向こう向けてこういう形でこの手を殺してないと入れないからね、絶対にこれこっち向いてたら、はい、どんなことやったって入れないんだよ、やられちゃうから、こっち向いてっから入れるの、こっちほらこの手しかないで入れる、こういうふうに、そしてこう、じゃあこの脇の下取る、脇の下取るのはいろいろあるの、こうやって入るのもいいよ、お尻取ってこのまま落としてきてもいい、こうやって入ってきて出してきてもういい、まあ脇の下、何しろ脇の下でいろいろやってみて、打ってんだよな、ちょっといい、ちょっとみんなくぐってるからね、みんなくぐってるからこう来てもこうこの手が出てるとくぐっちゃうの、こうやって下この手の下をくぐっちゃうの、くぐる必要はないの、こうやってこの手さえ死んでれば、足がこう出てくればほら下がったままでもこういうふうにできるでしょ、だから くぐるって意識はくぐれくぐれって言ってるのかもしれないよ、他の指導する人はね、下くぐりましょうって言ってるのかもしれないけど、くぐらないのがコツなの、こうやってやって下げてんの、むしろ下げてるところをこういうふうに下げてたらこの手来ないんだから、上げるから来るの下げてんの下げててこういうふうに入る、手来ない、器用がないんだよね、下げるのがコツだからね、こうやってみんなこうやって上げて下くぐろう、だからそれだけやめてほしいの、下げるのがコツ、下げるの下げて自分が入るの、分かってるよね。じゃあそういうことでもう少しやって終わりましょう、もう終わりですけど、もう一回言いますよ、もう終わりですけどね、手を出せば出すほど難しいの、
だからあの 手はくっついてた方がいいの、体にくっついて甲に入ってんの。甲に入ってれば足だけ手そのままこうやってやるとくぐらざるを得ないの。離してると手が離れてるよね、ボディからね。こうくっつけちゃうの、くっつけちゃって後ろもらうのが仕事。そしたら振り返るの、こういうふうに。別に手を離す必要はない、くっつけてた方が楽。そういうふうにやってほしいんだよね。まあもう少し、あと 2,3 本やって、じゃあ終わりましょう。